サザン作、オールドビーファーム、ビクトリア国立美術館像、クララサザン、クララサザン、1860年10月3日から1940年12月15日は、オーストラリアの画家である。オーストラリアにおいて、ヨーロッパの印象派の影響を受けた画家たちのグループ、ハイデルバーグ派の画家の一人に数えられる。現在のビクトリア州のカイネトンの材木賞も営む、農家に生まれた。 メルボルンのビクトリア国立美術館の絵画学校でオズワルド・ローズ・キャンベルに学びナショナル・ギャラリー・オブ・ビクトリア・アート・スクールでホリングスビーやフレデリック・マッカビンに学んだメルボルンでは仲間の学生のジェーン・サザーランドやトム・ロバーツと1888年に共同でスタジオを開いたサザンはスタジオで絵画教室を開きハイデルバーグや イーグルタウンに仲間と車生旅行に出かけた。1908年までにメルボルンから3 0トルほど離れた。ボランダイトには海風景画家のペンリー・ボイドやハロルド・ハーバードと芸術家のコミュニティを作り、先輩画家のウォルター・ウィザーズも風景画を描くためにしばしばボランダイトを訪れた。サザンのコテッジにはマッカビンやアレキサンダー・コフーンが何度も訪れ、 ジョー・スイートマン・スイートマン、1872から1956は、近所に住んで活動するようになった。画家として評価が高まり、ボランダイトでで、絵画教室を開いて若い画家を教えた。1905年に、鉱山技術者のアーサー・フリンと結婚し、ボランダイトに住まいを作り、後に、スタジオも作った。結婚後もサザンのせいのままで作品を出展した。 洋蜂の農場を描いたオールドビーファームが有名な作品でロイド・オニールが1988年の著書で選んだオーストラリア近代の代表的な回が56点のうちの1点となったビクトリア州芸術家協会など多くの美術家組織の会員となりメルボルンの芸術家の社交クラブであるブオナローティソサイエティの最初の女性会員オーストラリア芸術家協会の最初の 女性会員であった。ありがとうございます。